おじさんじゃあ頭に僕自身スクワットっているんですか。いらないでしょ。ボクシングのがスクワットは人だと思ってるんです。今日から俺は YouTuber 京都サインボクシングジムの松です。まあ、最近ねちょっとお二人の話のちょっと言い合いがあったと思うんですけど、まあ、スクワット、まあ、よくこのスクワットこの裏ももを鍛える、まあ、下半身を鍛えるっていうのでよく使われると思うんですけど、まあ、確かにこの。まあ、僕もスクワット自体はしないんですけど、まあ、スクワットするとなんかなかなかボクシングにどうやってつながっていくのかっていうのがちょっとまあ足腰を鍛えるっていう意味で、まあ、シンプルにスクワットをされる方っていうのもいると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてもっとそのボクシングにつながるようなあのスクワットのトレーニング方法っていうのをちょっと思いついたのでそれを紹介してみたいと思います、まあ、僕がよく言っているこのお腹のちょっとこの肋骨の下から股関節にかけて伸びている大腰筋です、ね、ここを使ったこのスクワットっていうのをちょっと紹介してみたいと思います。まあ、あのやり方はシンプルなんですけど肩的にまず意識してほしいのはここの内中腕の後ろ側この辺りですね。ここの両側をまず意識して、まあ、両足で立ってもらっていただく。で肩幅足の幅的には肩幅でこの時に前に意識してほしい点が何点かあって、まあ、これは普通のスクワットもそうなんですけど、まあ、膝をなるべく前に出さない。で、まあ、まあ、このつま先より前に出さないといろいろあると思うんですけど、僕の場合は、もうほとんど、1センチも出さないぐらいの感じでやってます。で、意識的には溝落ち。で、溝落ちを、この膝の裏に近づけるイメージで、下ろしてもらうんですよ。こうやって、まあ、普段でこうやってやってもらうんですけど、でこの時に溝落ちをこの膝の裏に近づけるイメージで、この時に折りたたむのはこの足じゃなくて膝じゃなくて股関節です。股関節を折りたたんでここに近づけるイメージです。これだったらこっち でその時にしっかりこっちに乗せる時はちょっとこっちの足は上げてもいいんで股関節にしっかり乗せてドリルで回すようにこのジャッキングのイメージでひねりを入れてもらう。ドリルひねるイメージでここに膝裏に乗せてこの膝までさせるようにしてもらう。でこれを交互にやります。これをやるとでこの時に意識してほしいのが一応このお腹が縮むあのバネが弾むようなイメージと合わせてここの裏ももがちょっとこの時に伸びるイメージです。膝はなるべく出さずにどちらかというとお尻が後ろに出てくる、まあ、これは普通のスクワットと同じなんですけど普通のスクワットと違うのはこの溝落ちを意識してもらうというところですね。ここで意識してもらうと徐々にここでお腹が離れているイメージができてきます。でこれができてくると徐々にこのステップの動きと結構連動してきてステップは足で跳ねるんじゃなくてこの大腰筋で跳ねるっていうイメージが結構つきやすくなってこのボクシングに結構つながりやすいスクワットでこれ結構やってるとお腹も結構ねわーって張ってくるんですよ。これ結構大腰筋が効いてる証拠でもあるんでお腹の奥がちょっと伸びて筋肉痛になったなっていう感覚を覚えてもらうとこの大腰筋を鍛えながらこのボクシングの動きにつなげるっていうのができるようになるんで、これを、まあ、僕的にはおすすめな大腰筋スクワットって僕が勝手に呼んでいるんですけど、まあ、この裏ももを、まあ、効かすというよりも、まあ、お腹を効かすためのトレーニング。でもお腹が効いたらこの足の筋肉に頼りすぎない感じでこのフットワークが使えるようになる、まあ、これが結構ボクシングに生きてくる。結構そのこういう大胸筋とかでフットワークをしている選手って代表的な選手で言ったらそのパッキャオとかはここで、まあ、この辺のふくらはぎの筋肉もすごいんですけど基本はここのお腹で跳ねながら連打のパンチとフットワークを合わせてやってるっていうのがあるので、まあ、そういう意味でこの大胸筋スクワットっていうのを試してもらえたらこれ結構あのフットワークと足の連動と手の連動が結構上がるので、ぜひ試してみてもらえたらと思います。ありがとうございました。
お前それどこがスクワットやねん。ちょっと突っ込んでください。お願いします。それどこがスクワットやん。まあ僕もこれ何がスクワットなんやろなってちょっと思ったんですけど、まあでも一応ねポイントとして裏ももが伸びてる感覚を感じてもらうっていうのは大事で、まあ、それ以上にまあお腹裏ももが伸びてこのお腹がこう伸びてる感じ、これをより感じてほしいんですね。ここで、あとまあもう一個だけ コツを言うと、結構ね肩とかに力が入っちゃうと、てか体のどっかに力が入っちゃうと大腰筋の力って逃げちゃうんで、イメージしたらこのかかとの土踏まずの後ろ側と膝の裏と股関節とあと肩甲骨、これを一直線にするイメージです。一直線にしてここで軸で回転させるイメージで交互にここでやってもらうと結構きれいに回転するというか、そうすると結構この背骨の大腰筋がしっかりと効くような形になるので、結構ここの2つのまあ軸っていうんですかね、ここの回転をきれいに回るんで意識してもらうと、この大腰筋で跳ねるっていうイメージが結構つきやすいので、それまあそういうのも意識してやってもらえたりします。ここにしっかりと一直線の軸を作ってあげる、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。